ノボデビチ女子修道院は、モスクワにある、聖教会の修道院の中でも、有名な女子修道院の一つである。2004年に、ユネスコの世界遺産に登録された。修道院内のスモレンスクの生信女大聖堂1524年に、ノボデビチ女子修道院は創建された。モスクワ大公、バシーリー三世の命によって、建設が開始された。 この修道院は1514年にスモレンスクがモスクワ大公国に併合されたことを記念して建てられた。修道院はモスクワ側の湾曲部における要塞の役割を果たしていた。これは他の修道院も同じような役割を持っていた。創建の際に3000ルーブルと2つの村が修道院に与えられた。イヴァン4世の時代には さらに複数の村が寄進されている。この修道院は、ロシア王家やボヤール出身の貴婦人たちを多く、かくまったことで有名である。彼女たちには、ベールの着用が義務付けられた。修道院で、修道女となった女性で著名なものでは、ヒョードル一世の妻であるイリナゴ・ドゥノバ、ピョートル一世の姉妹であるソフィア・アレクセイブナ、そして、 ピョートル一世の最初の妻であるエブドキアロプヒナである。ロシア・ポーランド戦争では、1610年から11年にかけての一時期、アレクサンデル・ゴシュースキが指揮するポーランド軍に占領されたこともある。その後、修道院はロシアの手に戻り、1616 16年には修道院を護衛するために100人の護衛兵が配備された。 1618年には350人まで増強され、17世紀末までには36の村を保有する大地主にまで成長した。首脳17世紀の半ばには、ウクライナやベラルーシの他の修道院から多くの修道女が、ノボデビチ女子修道院に移ってきた。1721年には、小儀式派を殺害した老修道女の複数名が、 女子修道院に避難してきたこともある。1724年、修道院は陸軍のための病院を併設すると同時に、孤児院も建設された。1763年には84名の修道所、35名の修道所見習い、78名の病人がいたことが記録されている。毎年、帝国は修道院に対して1500ルーブルの現金とパンを、 支給し、さらに、孤児のために別に680ルーブルの現金とパンを支給している。1812年、ナポレオンの軍隊が修道院を攻撃しようとしたが、修道院は破壊の手から免れることができた。レフトルストイの戦争と平和には、主人公のピエール伯爵は修道院で処刑される予定であったし、アンナカレーニナでは、主人公格のコンスタンティンは、 将来の妻となるキティが修道院の側の池でアイススケートしているところを見染めている。確かに修道院の側の池は19世紀の間、モスクワにおいて最も有名なスケートリンクであったし、トルストイもハムオブニクに居住していた時は修道院の側でアイススケートを楽しんでいた。1871年、フィラートイエフ兄弟が孤児のために寄付をし、また、 二件の貧窮者収容施設が建設された。1900年代初頭には、建築家で建築物の保存で活躍したイヴァン・マッシュコフによって大聖堂の調査が行われ、修復作業が行われた。1917年のロシア革命勃発時には、51名の修道所と53名の修道所見習いが修道院にいたことがわかっている。 1922年、ボリシェビキ政権は修道院の閉鎖を決定し、女性解放博物館に転用された。1926年までには修道院は歴史と芸術のための博物館への改築が始まり、1934年には国立歴史博物館となった。修道院内部の多くの建物がアパートに転用されたが、これにより建物は 建て替えや破壊を免れたとも言える。1943年、ヨシフ・スターリンが、ロシア正教会に対する宗教政策を緩和し、修道院内に、モスクワ神学専門学校が開設された。翌年には、スラブギリシャラテンアカデミーに改組された。1945年、ソビエト政権は、信者のために、大聖堂の返還を決定した。 1980年以降、クルチチとコロムナの不主教の住居は、ノボデビチに置かれた。ソビエト連邦の崩壊後、1994年、修道院での修道女たちの生活が復活した。現在、彼女たちを干渉しているのは、クルチチとコロムナの主教である。ソ連時代に、宗教弾圧の一環として、ソ連政府に接収された修道院は、 一部の制度を建築物については教会への返還が順次進められていたが2010年1月21日にロシア連邦政府が修道院を同年内に全面的に教会に返還することが報じられたこの修道院の最も重要な建造物は1524年から1525年にかけて建設されたスモレンスクの生新助大制度である 六本の柱と五つのドーム屋根によって構成されている。ロシア建築に特有の中央の切り妻屋根はイヴァン4世の時代に建設された。スモレンスクの生新女大聖堂以外にもこの修道院には複数の教会が残っている。多くが1680年代に建設されている。白と赤で色塗られた外壁、手楼、 二つの門の上に建設された、教会、修道院の食堂と住居はすべて、モスクワバロックの様式にのっとって建設された。墓地他のモスクワの修道院と同様に、ノボデビチ修道院にも墓地が併設されている。このノボデビチ墓地は、修道院の外側で、修道院の南側の外壁に隣接している。1898年に造営が始まった。 この墓地にはロシアにまつわる著名な人物が多数埋葬されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。